おはようございます。成田です。さて、12月の今年最後のセール、徐々にアップされてきました。まずはフィリップス、12月5日、デザイン、ニューヨーク、解説していきたいと思います。はい、まず、えっ、ー、と、皆さん大好き、ジャンプルーベ、セミメタルチェアーズ、モデルナンバー305、まあ、いわゆるスタンダードチェアーですね。 まあねえっ、ー、と行われたエスティメートで出てきてて、まあ、3万ドルぐらいまで入れてもいいんじゃないでしょうか今の人気を考えるとこれはコンディションも比較的良さそうですしいいと思いますロット3番ジョージ・ジューブシャークこれ2000万ぐらいいく可能性ありますね6シャルロット・ペリアンピエール・ジャンヌレ まあこのタイプはね、なかなかあんまり人気ないんでね、さっと安く落ちそうな気もしますよね。さあ出ました。7番、ジャンプルーベーカフェテリア、ゲリドン、モデルナンバー511。これね、注目すべきはアルミですよ。アルミ。これ行くんじゃないですかね。この前、えっ、ー、と、サザビーズに、 緑のタイプがメタル足の出てて天板も緑でレアだなぁなんて思ってたら1000万超えましたからねこれもいく1000万飛ぶ可能性ありますねちょっと最近フィリップスは独自路線を出してきて難しいロットが多いんですよねこの辺ちょっとスルーしますねはいこの辺からですかね ロット33番、カルロス・カルパ。珍しいシーリングランプが出てますね。その隣のジオ・ポンティも珍しいですね。ロット32番。はい、ロット38。これいいんじゃないですかね。セット・オブ・エイト・サイド・チェアーズ。これはカッシナからのモデルで、カシシナのラベルも残ってるそうです。ジオ・ポンティらしくて、使いやすい一脚だと思います。このエスティメートなら買いですね。 これからあのイタリアン集めたい人いいんじゃないですか北欧のものと合わせたらかわいいと思います37ジオ・ポンティペアの、えー、とフロアランプスこれかわいいですねちょっとマーク・ニューソンっぽい感じもしててアルドルーツのものですねあこれいいですねこれ素晴らしいと思いますロット39ピエトロ・シエザー ペアオブシーリングライト。ああ、これ、うちの天井にぴったりだなぁなんて思って見てたんですけども、綺麗だろうなぁ。まあ、なかなかこういうのをね、使いこなせる人はいないでしょうね。ロット 42K が出ましたね。この大きさはね、なかなか出ないですよ。まあ、特注でしょうね、当時のね。50年代のものですね。 うこれ置いて中島のテーブル置いてそれでフィンウール45番とか置いたらかっこいいんじゃないですかね44番カルロス・カルパのミラー今年ミラー豊作でしたねロット47ハンス・ j ウェグナー窃盗部店ザ・チェアモデルナンバー503これいいんじゃないですかこれまた仕入れできると思いますよ10脚 <laughs> 70万で売っても700万円ですよね。逆算して500万ぐらいで入れれるんじゃないですか。おっと、出ましたね。これはね、いいですね。イサム・ノグチ、フェイス・ディッシュ。<laughs> 宮崎駿の世界が輝いております。2万から3万。これわかんないですね。いきそうな気はしますね。 ロット53、ハンス・ J ・ウェグナー、セット・オブ・フォー・チャイナ・アーム・チェアーズ、モデルナンバー4283ローズウッドですよ、皆さん。ちょっと輸入にね、苦労しますけどもね。ローズウッドのチャイニーズ・チェアーは日本でも昔から100万円っていう相場が決まってますよね。これはいい仕入れになるんじゃないですか。ジェニファー・リー。まあ、旗出ましたね、ルーシー・リー。 そしてハンス・コパーもまだまだ持ってる。すごいぞ、フィリップス。これは表情も良さそうですね、非常にね。ああ、綺麗ですね。26センチ。まあ、飛ぶでしょうね。この前のオークションで出てたら相当いいとこまで行ってたと思いますよ。ピーター・ボックス出てきまして。わからないな、この辺。マーティン・ゼックリー。 これは何ですか ?2 個出てますけど、サイドテーブルですね。面白いですね。インゴマーラー、最近高いですね。なんかね、インゴマーラー、うちわとかずっと狙ってるんですけども、軒並み買えなくなってますね。こちらも3万から5万ドル。うおーはい、僕の大好き、マーク・ニューソン。オレゴン・チョップ・トップ・コーヒーテーブル。こちらはギャラリー・クレオからのものですね。 2004年。いや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 、10万から15万ドル。どうですかね。8万ドルぐらいがいいとこだな気がしますけどね。はい、ほならと、こちらもビッグイージーボリューム2。昔はね、いい値段言ってたんですけど、今、エスティメートですら2万から3万ですよ。 これ、僕注目。ロット91、インゴマウラー LED ベンチ。なんすかね、これは。素晴らしいですよ。どこから出てたんですかね。いやー、これはちょっとしびれますね。エスティメート1万から1万5000。いやー、これはいきますよ。もっといきますよ。僕欲しいです。 はい、なんかね、さらっと終わっちゃいましたね。もっとこってりしたもの出ると思ったんですけども、12月のセールにしては、ちょっと寂しいですね。この前のルーシー・リー・ハンス・コパーに力を注いちゃったんでしょうか、フィリップスは。まあ、あのー、最近、いろんなことが多様化してきまして、いろんな国のものを皆さん注目する、そして、フランスのものでもレアなものに走ったりするんですけども、 正直言いますとやっぱりマスターピースがリセールするのにも持ってて価値が上がるものとして考えてもいいと思いますフィンールだったら45番53番ニルス・ボッターのものプルーベだったらやっぱりスタンダードチェアとか そういういものを持ってると、まあ、イームズは比較的どれを買っても価値も上がらないし価値も下がらないしイタリアでジオ・ポンティ買うならジオ・ポンティのメインのもの間違ってもなんかこうレアなものとか買っちゃうと自分だけは満足できるかもしれないですけどまあまあインテリアとか趣味というのは自己満足の世界なんですけどももし次売ろうとした時にほぼほぼ売れないっていうのが 僕が20年見た <laughs> デザインの市場なんですよね特に日本においては本当にもうマスターピース今この前僕東京に行って知人のお店とかに行ってどんなのが売れるのっていう話をしてきたんですけどやっぱり分かりやすいものはいくら高い値段をつけても売れるって言うんですよねそうですよねちょっとレアで安いものよりきちっと値段をは貼ってでも メインになるものを手に入れるとまあまあねそれはね自慢になりますしね次に売る時にもうお客さんの列ができているからねあっという間ですよね <laughs> まあ余談ですけどもだからもうあのデザインこれから入ろうこれから興味を持つ例えば今、えー、とフレンチ集めてる人がイタリアのものとか興味持ったら ジオポンティのメインになるような椅子を買うことがいいと思いますよマスターピースをねでちょっと小さなテーブルとかそういったものはもうレアなものでもいいんですけどまずはマスターピースを手に入れることがいいんじゃないでしょうか日本のお店もねみんな頑張ろうとしてレアなものレアなもの誰もやってないもの誰もやってないものって発掘系に皆さん言ってるけどなんか見ててね危ういんですよね シーフェターはいいけど誰が買うんだろうっていうね、そういうのをね、感じちゃうんですよね。はい。ではね、余談が今日は多くなりましたが、フィリップスデザインニューヨーク12月5日、スタンダードチェアジオポンティのカッシーナからのもの、レアなもので行くならインゴマウラーの LED の照明いいんじゃないでしょうか。そういうことで今日は失礼いたします。